今日はパパとネネとキキでじゃじゃーん焼き鳥やります。これドンキでお一人用のなんか焼き鳥のセットらしいんだけど、さあこれからやりましょうか。はい、さあやりますよ。へーへー、これをこう置くでしょ。でジュー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 来たらくるってちょっと練習やってもらって、そう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 、うん、そう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 、ピッサースイッチオン、オン。ちょっとドキドキしてんの、大丈夫だよ、危なくないから。一回じゃあ試しにパパやってみようか。はい、1個に10分はかかりそうで、キキ一回試してこれ、くるってひっくり返してみて。お、いいね、持っていいんだよ、こうやってくって、こうやって持ってこうやってやっていいよ、やってごらん、持って、そう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 、いいね、目の前ついちゃう、いいよ、お、いいね、本当にほんのりほんのり焼けてくるタイプだね、あのジュージュージューじゃないんだ。想像だともっとジュージュージューってなるのかなと思ったんだけどさ、けどまあゆっくりできるからいいね。ね、電気を通ってて、これが熱くなってて、熱いやつ、そう、それでどんどん火の代わり、あ、火の代わり、そう、これピッと、いいですね、すごい待ちそうだな、本当に。まだ肉の色も変わってない、変わってない、変わってない、ちょっと想像以上に時間がかかりそうだから今ね、チンしてちょっと時短をしてます。いよいよこれで何回もやってな。パパ、ここにいた？あ、いるよ。父、何してるの？焼き鳥屋さんです。よいしょ、よいしょ、いらっしゃい、いいですね、一回にひっくり返しますね。そうですね、回転率が高めだった。めっちゃ食べたい。何個食べんの今日？え？10個？10本？10本？これ10本食べんの？すごいじゃん。こうやって1、2、3、4、5。色変わってきた。お、いいね。色変わってきたね。お、いいね。パチって言ってる。パチパチって言ってる。想像以上に絵面が地味になる。火力調整ってさすがにないか。ないんだよ、もうスイッチオン、オフのみだから。あ、じゃあもうひたすらマッチだね。もうマッチだよ、これ全部焼きやる。何分かかんだこれ全部。本当だよ、想像の50倍弱え。箱の絵だとこの辺まで火上がってたから嘘、本当にこうやってこれでジャーってやってる感じ。今持ってくるよ、その絵。本当にマジでそんなだった？おお、マジで。ほら、こんな感じ。いや、上がってないじゃん。火だって出てないじゃん。出てる。出てるよな、うん。この絵だとこの辺まで火上がってんだけど、全然上がってない。これ。はめられたな。あ、今日すげえいい匂いしてきた。若いの焼けてきた。お、いいね、これあげて、お、いいね、くる、うわ、超うまそう。お腹減ってる人、はい、いいね、お、いいね、お、いいぞ、大丈夫、お、いいね。25秒、うん、店員さん超疲れてんじゃん。おいしい、うん、こんな衣装まで気合い入れたのに。ねえ、わざわざ。すげえ、すげえ長期戦になりそうだよこれ。今4本
一本すら焼けてないまだ最初の。これ焼いたらとりあえずもうホットプレート出す。もうホットプレートにするわ。全然焼けません。さあ救世主が来ましたよ。救世主。サンキュー。あ、もう出す出す。もう即座に出す。無理だった。もうこれあと余裕で20分かかりそう。焼き終わる。30分はかかるし。寝るまでかかっちゃうんじゃん。やばいじゃん。お正月までかかるよこれ。だけどプチプチ来てるよね。いい匂いしてるよ、すごく。明日まで。明日までやる？これ、やばいじゃん。いつ寝んの？ほら、こだま。うん、ほら。一回ちょっと。皆さんこんにちは。今日は焼き鳥をやっていきます。もうすごいすごいでしょ。おー来たー。おー、ジュージューやっと来たね。これですよ。これこれ、これをやりたかったんですよ、この音。タイムロスをちょっと取り戻すべく一気にやっつけていきます。軽く30分は経ってるね。軽くとかの意味はね。重く30分だと思うんだけど、俺の中で意味重い。意味重いですね。ちょっともうよく焼いてきたら、いいこと考えました。くしとっちゃうの。もう待ちきれなくて。焼き鳥の意味。 BBQ。 何 BBQ？ バーベキュー。うわ、マジうまそう。みなさん、こんにちは。ね、今、もう始まっちゃってるんだけど、今日とりあえずね、お家でホットプレートを使いながら鶏肉を焼いてます。室内バーベキュー中です。カメラの移動でね、途中からになってるんですけど、今バーベキュー鶏肉焼いてます。焼き鳥もいいかなと思ったんだけど、とりあえずやっぱバーベキューでしょっていう規則的に。一人で鶏肉焼いてるっていう。おほすげえうまそうだな。ワクワクしてる。どうワクワクしてる。ワクワクじゃない。トクトク。おお、うまそうに焼けてきた。超いい感じに焦げがついてるね。うわ。めっちゃ美味しそうですね。ちょっと味見してみます。うん、もう十分だわ。うん、いただきます。
はいね。うん、ね。どうなんだ。まあ。マジで？うん。何個でも食べれそう。ママうまい。うまい。うん、食べてごらん。食べたいな。ママ食べていい。食べて。いただきます。はい。大きいの。うん、めっちゃうま。でしょ、でしょ。めっちゃうま。なんかパリパリしてて美味しい。超美味しい。ママが全部食べていいの。やっぱフライパンよりこっちだわ。あ、そう。うん。うん。うん。うまい。止まんないなこれ。うん。止まんねー。え、なんだ。焼き鳥。止まんねえ。止まんねえ。これ余裕で全部食べれるわ。パリッパリでうまいわ、マジ。パリうま？パリうま。うまいね。マジこれ。うん、クリスマスに食べれそう。確かに。クリスマスにも食べたよね、うんうん、クリスマスチキン。ねえ、誕生日これがいい。お、いいんじゃない。鶏でいいの、ステーキとかじゃなくていいの。ハラミだこれ。ハラミ肉ね。じゃあ焼肉パーティーだな。ケーキね。うん、ケーキ何がいいの。ケーキ。ケーキ、どんなケーキ？あの、プリンセスとか、プリンセスがついてるやつ。今年作ろっか。去年とか買ってたけどさ、ちょっと頑張って作ろっか。え？手作りダメ？ママ、これ終わったら、かき氷食べたい。かき氷食べたくなった。確かにね、暑いもんね。うん。お腹いっぱい？うん。これは、違う。年10個以上は食べた。10個余裕で食べたでしょ。もっと食べたんじゃない。いや、まだいけるな。大食いみたいになったね。ねねとケキは超腹いっぱいです。うん、めっちゃうまい。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。せーの、またみまたせーの、また見てね。バイバーイ。バイバーイ。ドドンドドン。オーロンガ少女、オーロンマギピザ食って下に行っちゃった。せいやねえママ。え？私あの、プロ。何これ？長さの袋が。キキのリュックで。